各省令は、新末民発の軍人。北京政府、法天派の有力軍人である。初期は中国同盟会、五方軍政府でも活動したことがあり、北方各軍の中では異色の経歴の持ち主である。字は、茂る信。祖籍は、三聖省、噴陽県。1905年、法天陸軍小学堂に入学する。 成績優秀であったため、翌年に陸軍促成学堂へ送られている。1907年卒業した。北洋陸軍第三鎮で実習を積み、その後、法典に戻って、聖教将軍が門衛隊省庁に任命された。1909年、四川省に転任して衛隊艦隊に任命された。この時、片政等、洋の紹介により、 中国同盟会に加入した。1911年、四川省で革命派による放棄、それに続く混乱が発生すると、各省令は法典に戻り、革命を画策した。しかし、長寿達務や長作林の取り締まりを受けて、逮捕、収監されてしまう。同期学生たちの支援で、過労じて釈放された。1912年、 北京商工研究所に入学する。優秀な成績で卒業した後に、法廷へ戻り、都督府商工参謀に任命された。1913年秋、北京の中国陸軍大学部下づくり班に、第三期生として入学する。1916年に卒業し、北京工部道教官に任命された。1917年7月、孫文が、 五宝戦争を開始すると、核はこれに参加し、小赤公武道中公共館となった。この時、孫と対面し、桂軍の台頭への対策をめぐって協議したことがある。しかし、1918年5月、五宝軍政府が7総裁制に、改組されて孫文が事実上失脚したため、核は失望して、法典へ引き返した。法典に戻ると、 各省令は、陸軍大学の同級生だった、特軍所参謀長、畑花の推薦により、法典特軍所中高参謀として任用された。1919年2月、張作林が東山小陸軍工部堂を再建すると、各は、戦術教官として任用された。この時、張学寮が工部堂で学習しており、各の優れた。 能力、指揮権に敬意を抱いた。1920年春に、蝶学寮が工部堂を卒業して、純越師匠守る隊旅び長に任命される。その際に、蝶学寮は、父に依頼して、各を、同旅参謀長兼、第二段団長として起用した。各省令は、参謀長として、軍隊の訓練に従事し、間もなく蝶学寮の英隊旅は、 宝天派でも屈指の精鋭部隊になった。同年7月に安直戦争が勃発する。核は張作林から先方指令に任命されて食霊派側として参戦し、天津小丹で暗記派のに旅を殲滅する功績を挙げた。その後も核は東北で非属討伐に貢献し、次第に張作林からも信任を得るようになる。 1921年5月、張作林が、盲強計略士を兼任し、法天陸軍を10個混成旅に拡充する。その際に、張学良が第3混成旅旅長に任命され、各省令は第8混成旅旅長に抜擢された。この第3旅と第8旅は、連合司令部を組織している。蝶学良は、軍の運営、訓練に関して、各に、 実際の責任を委ねた。1922年4月、第1次、笹口寺家戦争が勃発して法典派は大敗した。しかし、長学寮、各省令が率いる、第3根成旅、第8根成旅は前線し、壊滅することなく、整然と撤退した。その後、長作林は、陸軍整理所を設置し、同所参謀長に、長学寮、 参謀長代理に各省令が任ぜられ、軍隊の整理、訓練に従事した。その一方で、各は、長作林に、しばらくの民力給与と内政の近代化を、進言したが、これは、受け入れられなかった。1924年9月、第2次、笹口地戦争が勃発し、各省令は、陳威軍第3軍副軍長兼第6師市,市長に、任ぜられる。 各の貢献もあって、法典派は勝利を収めた。長学領と各省令は計2で中軍の征服司令に任命されている。しかし、この時に陳義軍総司令部参謀長となった要井邸は、各を最大の政敵とみなして、その排除をもくろむようになり、両者は対立を深める。また各は、長作林に対しても、 その戦争継続方針に不満を抱いていた。これらのことから、第二次、笹口寺家戦争の間に、核は早くも、兵玉省と連絡を取り合い、超作林打倒を図る動きを見せている。1925年10月、各省令は日本を軍事視察のため訪問した。しかしこの時、軍事的拡張を続ける、超作林の後ろ盾に、日本があり、 朝作林が日本に様々な便宜を図っていると知る。そのため、核はますます朝作林と日本への不信、反感を募らせた。同月帰国し、長学寮の委託を受け、天津で第三方面軍を組織する。合わせて、核は第十軍軍長に任命された。11月、佐々木軍と兵玉将率いる国民軍との衝突が発生すると、 各省令は、張作林から国民軍討伐を命じられたが、各はこれを拒否。高加工72列至林閣民の兄で、中華民国臨時役法を制定したことで知られていた、林町民を秘書長とし、張作林、要坂井邸を討伐しようと図った。しかし、林町民は1924年に、 日本人に次ぐという書を公表して、日本の対中政策を批判していたため、各省令も関東軍に敵対的とみなされることになった。さらに各省令は、長学寮をも用す計画を抱いていた。しかし長学寮は、核の内戦停止という主張には賛同していたものの、平変実行には反対であった。長作林軍は、上記のように、 表玉小規下の国民軍と緊張状態にあっただけでなく、孫殿法、ご配布などの軍抜軍との対立も続いていた。同年11月22日、各省令は、張作林の下野を要求して、兵変を発動し、東北国民軍の結成を宣言、張作林と、要境帝の打倒を目標とする、軍事活動を開始する。各の部隊は5万人を要するもので、 法天軍中において最も声援とされていた。備えのなかった、張作林は、張学寮を派遣して、収集を図ろうとしたが、核は拒否した。核は11月28日に山海間を攻略して、12月1日に満州へ入り、12月7日には金州も占領した。この構成に、張作林も、一時は、ケアを考えた。 この時日本側は満州軍閥交代の可能性と同時に各省令が表玉省と連携し中国国民党の影響も受けている点を警戒していた。関東軍は核の意図を超駆逐して自らこれに代わり国民党の三民主義を実現しようとすることは明らかであり東三省を戦乱に巻き込み満州にソ連の勢力を誘致して 日本の国防をび、万毛政策において感化できない事態を弱気すると判断した。南満州鉄道社長、安弘万一郎も、核の反乱の成功により、東山省が石化運動に蹂躙され、満鉄や関東州の存在しない自由地帯が出現することを恐れるとして、日本の権益が損なわれることを有料した。 法典の吉田茂総領事と天津の有田八郎総領事を含む外務省当局者も各が満州を掌握すれば国民党の進出を招き石化の脅威につながるとして朝の勢力を維持させて現状の継続を求めることが得策と判断した日本政府側は満州問題を中国の一部の情勢へと判断した宇垣一世陸省も 対局上の不利を招かざる範囲においては、蝶の存在指示に大いに努力してやることが帝国のために特策と認識していた。12月8日、関東軍は各省令に対して警告を行い、南満州鉄道とその付属地20里以内での作戦を許可しない旨を伝えた。これにより、蝶作林は反撃のための動員を行うことが可能となった。 核は12月23日に敗北し、夫人の藩宿衆と共に逃亡したが、結局は逮捕されてしまう。12月25日、核、藩は、法天省両中圏において揃って銃殺された。核、去年43。藩、去年35。事件後、追い詰められた、表玉省は、翌1926年1月初めにイゲアを宣伝する。 そして、外謀を経て、ソ連へ退避した。ありがとうございます。